雲一つない晴天の10月25日第33回上野村ふるさと祭りが開催されました。そして多くの皆さんがこの大自然上野村においでをいただくように頑張っていきたいというふうに思っておりますので、ふるさと祭りの目玉は上野村の方が丹精込めて作った農産物の展示販売です。中には直径50センチ以上もあるこんにゃく芋も出品されました。また役場や農協をはじめ個人の方々が出店した村特産品の屋台も大好評でした。中でも大人気だったのがこちらのお店、地元で採れた土地の実をふんだんに使ったつきたてのとちもちです。ステージでは次々と発表会が行われました。まずは村の保育園の子どもたちによるかわいい踊りからスタートです。村の小中学生も豪快な十国太鼓を演奏しました。妖艶な舞踊を見せたのは親友会の方々。ステージに立った最高齢は87歳のこちらの女性です。伝統のお供神楽も披露されました。上野村では伝統の地芝居が受け継がれています。こちらは村民有志の劇団カジカザによるステージです。最も歓声を集めたのは村の診療所のお医者さん。190センチ近い体でダイナミックな踊りを見せました。ふるさと祭りでは毎年有名歌手の無料コンサートが開催されます。来年はどんな大物歌手がいらっしゃるのでしょうか。誠にありがとうございます。